皆さんこんにちは。大リーグドジャースの大谷翔平選手の口座から不正に送金したとして銀行詐欺の疑いで訴追された元通訳の水原一平容疑者について新たな情報を手に入れましたのでお伝えしていきます。現地時間の12日ロサンゼルスで司法当局に水原一平さんは出頭し拘束されました。水原元通訳は裁判所で今回の訴追を受けた手続きが行われた後保釈され、弁護士が水原元通訳は大谷選手に謝罪したいと願っているとの声明を出しました。アメリカの捜査当局は11日大谷選手の口座から本人に無断で1600万ドル以上、日本円でおよそ24億5000万円以上を不正に送金したとして元専属通訳の水原容疑者を銀行詐欺の疑いで訴追しました。不正な送金は違法賭博で作った多額の借金を返済するためだったとしています。水原元通訳は現地時間の12日午前司法当局に出頭して拘束され、ロサンゼルスの裁判所で日本時間の13日午前6時前から今回の訴追を受けた手続きが行われました。この日の手続きは15分ほどで終わり、保釈の条件として被害者である大谷選手に一切の連絡をしないこと、オンラインを含む一切のギャンブルをしないこと、それに加えて特別の条件としてギャンブル依存症を克服するためのプログラムを受けることなどが示され、こうした条件に違反した場合保釈は取り消され、保釈金2万5000ドル日本円で380万円余りを支払うこととされました。また次回は来月9日に罪状認否が行われることになりました。このあと水原元通訳の弁護士は声明を出し、水原元通訳がすでに保釈されたことを明らかにしました。その上で水原元通訳は大谷選手やドジャース、大リーグ、そして家族に対して謝罪したいと願っている。また法廷で述べたようにギャンブル依存症の治療も希望しているとしています。一方当初行うとしていた現場での取材対応は取りやめ、現時点ではこれ以上のコメントはないが法的な手続きが進めばさらにコメントを出すだろうと結んでいます。廷内での水原元通訳の様子は現地時間の12日午後1時47分日本時間の13日午前5時47分に廷内に入った水原元通訳は黒いスーツ姿でネクタイはなく白いワイシャツのボタンを一番上まで止めていました。廷内に入ると満員の傍聴席の方に一瞬目をやり、表情は普段と変わらない落ち着いた様子でしたが頬は少し痩せたようにも見え疲れの色も感じさせました。水原元通訳はマイケル・フリードマン弁護士と共に判事から向かって右側の席に座ると、弁護士の要望で付き添った刑務官が足かせを外しました。その後弁護士と共に起立して廷内の中央に移動し、判事から保釈金として2万5000ドルが設定され、保釈の条件としてオンラインを含む全てのギャンブルをしないこと、被害者である大谷選手に一切連絡をしないことなどが示されました。水原元通訳は全てに小さな声ではいと答え、さらに判事が水原元通訳に対する特別の条件としてギャンブル依存症を克服するためのプログラムを受けることも示すと大きくうなずいた上ではいと答えました。最後に次回の期日は来月9日と告げられ、手続きは15分ほどで終了しました。廷内には50人ほどの一般傍聴席が用意されましたが、すぐに満席となり中に入ることができない人もいました。アメリカ連邦法の銀行詐欺罪とは、アメリカの連邦法に定められている銀行詐欺罪は金融犯罪の取り締まりに使われ、故意に金融機関を欺いたり嘘や詐欺などを用いて金融機関が所有管理する金銭や有価証券などの資産を取得したりした場合に適用されます。罰則は100万ドル以下の罰金、もしくは30年以下の拘禁刑、またはその両方が科せられると定められています。起訴までの手続きはアメリカの司法制度に詳しい専門家によりますと、裁判所では裁判官による最初の審問が行われ、黙秘権の告知などが行われます。
そして保釈金を払うなどの条件が整えば釈放され、整わない場合は拘留されるということです。その後は民間人からなる大陪審と呼ばれる非公開の審理が行われ、訴追された容疑者を正式に起訴するかどうか決めることになります。アメリカでの訴追とは、アメリカの司法制度に詳しい専門家などによりますと、訴追は多くの場合、検察官が訴追請求状を裁判所に提出して行われる手続きで、日本にはないものだということです。そんな中、大谷選手は12日、水原元通訳が訴追され裁判の手続きが進んだことについて、本拠地で行われるパドレス戦を前に、捜査当局の捜査に感謝します。個人的にはこの件についてはこれで一区切りとして、野球に集中したいとコメントしたとロサンゼルスタイムズが伝えています。大谷選手は日本語で返答し、記者からの追加の質問には答えなかったということです。大谷選手は試合開始前、練習を行うために小走りでグラウンドにやってくると、キャッチボールをして体を動かしました。大谷選手はピッチャーとしてのリハビリを続けていて、この日は時折トレーナーとフォームなどについて話しながら、いつもと変わらない様子で10分ほどかけてキャッチボールを行い、50球を投げました。練習後はトレーナーと足の踏み出し方や腕の使い方を確認した後、走ってベンチ裏へと向かい、報道陣からの問いかけには答えませんでした。ドジャースのロバーツ監督は、水原元通訳が訴追され裁判の手続きが進んだことを受けて、試合前の会見の中で、少しクリアになり、翔平が前進できることを嬉しく思う。翔平の潔白が明らかになり、私たちはそれを信じていた。この事件が過去のものになり、これで野球に集中できることを嬉しく思う、と話しました。その上で、彼は見事に対処してくれた。彼は野球をプレーすることだけに集中し、気を取られることなく、素晴らしい仕事をした。彼は重荷を背負わないといけなかったが、それはプレーには影響しなかったと思う、と野球に対する大谷選手の姿勢を評価していました。そして、私たちの仕事はプロフェッショナルになること、組織を代表して毎日ベストを尽くすことだ。みんな生活の中でいろいろなことがあるが、仕事に集中しないといけない。我々は今いい野球ができていて、それはこれからも続いていくだろう、と改めてシーズンの戦いに集中する姿勢を強調していました。ドジャースファンからは、大谷選手が野球に集中できる環境が整うことを願う声が聞かれました。大谷選手の T シャツを着た男性ファンは、彼は本当に野球に集中しているし、関わっていないと信じていました。彼は仲間を信じていただけなのに、こんなことになって悲しいです、と大谷選手を気遣いました。そして、彼も人間だから多少はプレーに影響があると思うが、この活躍はすごいし、だからこそ彼は野球界にとって価値があるのだと思います。これからも大谷であり続けてほしい。彼がプレーオフで活躍する姿を見たいです、と話していました。別の男性ファンは、昨日訴状を読んで、水原元通訳があんなことをするなんて本当に信じられませんでした。報道や SNS で大谷選手を信じていないネガティブな声もありましたが、こうして落ち着いて彼が野球に集中できることが嬉しいです。今日はホームランを打ってほしい、と話していました。また女性ファンは、この問題にはフラストレーションが溜まっていました。これで私たちも野球に集中できる、早く解決できたことは素晴らしいと思います。彼は素晴らしい選手なので、早く落ち着いてドジャースの一員になっていくといいと思います、と話していました。ですが、13日日本時間14日のドジャース・パドレス・ドジャースタジアムで乱闘未遂騒動が勃発します。1点を追いかけるパドレスは5回、内角の厳しいボールにプロファーが激高。ドジャースのスミス捕手が何やら言い返し、球審を挟み口論となりました。これに両軍総出となり、大谷どころかブルペンのパドレス松井まで笑顔で飛び出します。このシーンに日本の SNS も、やる気ない乱闘わろたなど湧いたが、
以前乱闘から大谷翔平を守ろうとした水原一平氏、あの時の彼の行動は心からのものであったと信じたいけど、との水原容疑者を懐かしむ投稿が上がりました。あの時とは大谷のエンゼルス時代の2022年6月26日のマリナーズ戦、エンゼルスタジアム、両軍8人が退場する大乱闘が起こりましたが、大谷が相手選手に抱きついて引き離そうとした際、その横で必死にガードしたのが水原容疑者だったのです。もっとも大谷の口座から無断で1600万ドル約24億5000万円と送金していたことが判明した後とあって、一平はあの当時すでに違法賭博に手を出していた。今から思えば、俺の ATM に近づくんじゃねえだろ、そりゃ財布の大谷を万が一にも怪我させるわけにはいかないわな、と手厳しい声もアップされた。この日は乱闘まで発展することなく、一人の退場者も出さず終了。二人で一緒にいることが当たり前だっただけに、今後も様々なシーンで水原容疑者の存在が思い出されそうです。話を巻き戻しましょう。司法省によると、水原容疑者の不正送金は2021年11月から24年1月にかけて行われ、掛け金の総額は1億8290万ドル約278億円、掛け金から勝ち額を引いた損失は4070万ドル約62億円に上ります。そんな水原容疑者が絶望に叩き落とされた瞬間が発覚します。こめかみ、ニューヨークタイムズによると、韓国ソウルで行われた20日の開幕戦に勝利した試合後、クラブハウスで水原容疑者がチームメイトに、自分はギャンブル依存症だ、ブックメーカーへの借金を翔平に肩代わりしてもらっていた、などと衝撃の告白を行ったのです。これに英語が堪能でない大谷は、水原容疑者の言葉に耳を傾けたものの、完全に理解することができなかったといいます。それでも大家は疑念を抱き、数時間後の深夜、ついに水原容疑者をホテルの地下にある会議室に引っ張り込み、二人きりの部屋で事情を問いただすと、大谷の銀行口座から莫大な金を盗んだことを白状します。平身低頭の水原容疑者でしたが、自身の保身のため最後の悪あがきを決行。違法なブックメーカーへの送金について、取材を受けた ESPN の記者やクラブハウスで話した内容に沿うように、大谷に翔平が僕の借金を肩代わりしたことにしてもらえないか、と懇願したといいます。しかしこれを大家はきっぱり拒否。ネズバレロ代理人を会議室に呼び、ロサンゼルスの弁護士、水原容疑者の妻も会議に参加する事態となったといいます。間もなく大谷と違法賭博に関する見出しのニュースが世界中に広まったと顛末を発信している。水原容疑者のあまりに身勝手な行動がさらに波紋を呼びそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。それではまた。